明智光秀は若い時に、貧乏してたんですね、貧乏してたというか放浪してたということなんですね。で、日本の各地を放浪して朝倉義景に拾われた人なんですけれども、なぜ拾われたかというと鉄砲の技術に非常に長けていたというふうに言われてるんですね。で、まあ、あちこち放浪しているうちに鉄砲の技術を身につけたということだったと思うんですが、一つの要するに特殊技能を持っていたという人はやっぱり今でもそうですけれども就職しやすいんですよね。だからそれで就職したということだと思うんですけれどもね。やがて、織田信長が足利義昭を奉じて、京都へ、行きます。まあ上洛したんですね。途中六角氏とかそういう邪魔する勢力、つまり尾張と京都の間にはいろいろいろんな勢力があったんですが、それを全部潰して、足利義昭を京都へ連れて行って、そして、将軍にしてですね、そこに二条御所、将軍がいる御所を建設したりなんかすることになるんですね。で、その御所を作る間、足利義昭は本国寺というお寺に仮住まいをしたんです。で、仮住まいをしたところへですね、三好三人衆が足利義昭を葬ろうとしてですね、攻めてきたんですね。で、攻めてきたもんですから、もしものことがあると大変なので、まあ一応護衛はついたんですが、さほどの護衛が、まあ、ついてなかったんですね。で、まあ細川雄斎なんかもついてたんですが、光秀もそこへ、駆けつけてですね、大きい銃を使ったんですね。で、まあ少ない人数で三好三人衆と戦ったんですけれども、光秀がその鉄砲を放つとですね、一発撃つと30人が殺せたっていうんですね。で、それをどんどん光秀が撃ってですね、まあ将軍を守ったんですね。で、それを信長は非常に気に入ったんですね。足利義昭の家来でも ありましたからね、光秀は、朝倉さんと足利さんの家来でもあったんですけども、まあ織田の織田へ就職しないかということになったんですね。で、それでまあ一種、まあ、公的なデビューっていうのはその時だというふうに考えてもいいと思うんですよね、あの光秀のデビューはね。だからやっぱりその技術を持ってるっていうことは強いんですね。で、これは本当かどうかは分からないんですけれども、天正3年に織田信長は武田勝頼と戦いました。で、この時に有名な、まあ、三段に構えてですね、単発の種子島銃、火縄銃をですね、まあ、準備する人と、それから火薬を詰める人ですね、それで、撃つ人で、それを待機してる人というふうにして、こう3つに分けてですね、まあ5段に分けたっていう人もいるんですけどね、まあ一応3段に分けて、騎馬隊で、非常に強豪ぶりを発揮していた武田軍に壊滅的な打撃を与えたんですね。で、この長篠の戦いに鉄砲をですね三段に構えるというのはですね、まあ、信長の考え方で、そこはまあ天才の天才たるゆえんだというふうに言われてきてはいるんですけれども、これは非常に技術に長けていた、鉄砲の技術に長けていた光秀のアイデアだったんじゃないかっていうふうなことも
言われるんですね。まあ、これは分からないところですけどね。もしかすると、光秀が考えたことかもしれませんね。秀茶の歴史や本邦を見たら、まずいいねを押してください。そしてチャンネル登録をしてください。この秀茶の歴史や本邦は非常にユニークな番組だと思いますよ。これをちゃんと見れば本当に歴史に対する造形が深くなると思います。